おはモーニン。最近の動画なんですけど、ミドストとポトスト両方やったんですけど、このミドストの時にめちゃくちゃ釣れる状況で、ここからね、急遽ジャッカルの社員さん連絡させてもらって撮影になるという伝説が起こりました。でその時の動画はもうすでにジャッカルステーションに上がってるんで、ぜひ、ね、チェックしてみてください。その時の午後からの撮影なんですけど、まあ、ミドストを最初やってて、途中からポトストに切り替えないといけない、そういう状況になってしまいました。でね、その時の動画っていうのをね、ちょっとお借りすることができたんで、その動画をね、交えながら、ミドストとポトストの切り替え方というか、まあ、使い分けっていうのをね、僕の今回のチャンネルではお伝えできたらなと思います。でこのミドストなんですけど、まあ、世の中のねミドストってなると、まあ、中層を泳いでる魚を狙う釣りとか、まあ、やっててこう回遊してきた魚を狙う釣りっていう釣り方が大体なんですけど、僕の場合はどっちかっていうと、まあ、それもやるんですけど、今のこの春に関してはストラクチャーにおる魚を浮かせて食わせるミドストっていうのをやってます。っていうのが、まあ、夏のワカサギとかだと、まあ、基本的にまあね、ずっとウキ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 な感じの魚が多いんですけど、この春になるとね、どちらかというと、ボトム、べったりの魚っていうのがほとんどで、まあ、でも、なぜ浮かせて食わせるかというと、基本、モロコを食ってたり、まあ、ベイトフィッシュ、いろいろな他の魚を食ってる場合の魚は、上を向いてるんで、ストラクチャーに対してね、よりタイトに攻めるよりも、そのストラクチャーの上を、ベイトフィッシュがこう、通ってるよっていう感じ。をイメージしたミドストっていうのをやってます。だからね、上目線の魚に対してはやっぱり上をね通してあげる方が絶対に効果的なんで、そこをね踏まえた上で僕はそのストラクチャーにおる魚を浮かせて食わせるミドストっていうのをやってます。でストラクチャーに対してただただねこう上を泳がせればいい話ではあるんですけど、それだとねどうしても食わないバスもやっぱりいてて、まあ、そういうバスに対してはやっぱりそのストラクチャーにちょっとコンタクトさせないといけないっていう話になってきます。だから僕のやってるミドストってずっとねこう浮かせてただただプカプカさせてるっていうのではなくて、そのストラクチャーの背の高い部分、まあウイドだったり岩だったり何でもいいんで、その背の高い部分に1回2回こうコンタクトさせるっていう、そういうミドストをやってます。基本その浮かせて食わせてはいるけど、その背の高い部分に1回2回こうコンタクトさせることで、まあ、ハングオフを狙ったりとか、まあ、ヒラを打つ瞬間だったり、そういうリアクション的な要素を埋め込んだのが僕のミドストです。でかいよこれも。おいこい、めっちゃでかい。パワーがえぐい、マジで。ナイスフィッシュや。やばいやろマジで。ほら。パン。めっちゃ光る。ゆっくり。光れた。ゴミが。オーケー。よっしゃ、来い。オーケー。オーケー。ハハハほら、やばない。え、やばいでしょ。ドリフライ4インチのモロコパターン完全マッチしてる。
あれ面白いの。おいで。ナイスパス。うわあ。ドリフトさん4インチ。見て、もう完全にこう餌やと思ってんねん。ほんまに。ひったくりが本気やから。やばいっしょ。完璧ハマってます。ナイスパス。で今回ね、僕がね使ったのはこのドリフトフライ4インチになります。で特徴としてはね、この顎にリップがあるんですよね。でこれがあることで、このトン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 した時に水を掴んでくれて、こうねすごいやってる感っていうのが竿先に出てくるんですよ。ね、そこがやっぱりこうドリフトフライの一番のやってる感を生み出してくれるっていう良さと、4インチにサイズアップして新しく出たんですけど、ね、3インチの時はここがピンテールだったんですよ。で4インチになったことで、このねヒレっていうのはね搭載されて、すごいこうナチュラル感が生まれたっていうところが僕の中でこういいなと思った理由で、まあね、やっぱりやってる感がね、もともとあるドリフトフライでサイズ感がアップして琵琶湖らしくなったっていうところで、よりこのねヒレがなったことでアピール力アップしてナチュラル感が生み出せるっていうところで、すごいこのドリフトフライ4インチはね使いやすいアイテムになったんで、ぜひね使ってもらえたらいいかなと思います。このボトストなんですけど、まあ、浮かせて食わせるミドストに対して、まあ、ストラクチャー、まあ、ボトムにねこうべったり這うようにアクションしてくるっていう釣りになります。だからイメージとしてはこうミドストとこうねやってることは一緒なんですけど、ボトムをこう這うようにアクションしながら釣り引いてるっていう感じが一番近いかなと思います。でミドストでやっててね、やっぱり浮いてこないな、まあ基本上目線のバスがいてたとしても、まあその日の状況もあったりするんで浮いてこないなっていう時は、この基本ねこうボトストに切り替えてチェックするっていう流れが僕のねこうリズムになってます。だからそのミドストもボトストもやってるところは一緒なんですよ。だからそのストラクチャーに対して浮かせて食わせるミドストをやるのか、ストラクチャーに対してべったりタイトに攻めるボトストをやるのか、まあこの使い分けっていう感じですね。めっちゃ釣れるてる動画になると思うねんか、うわ俺であげるけど、まあ、3本まで動画の見本は200かな、はい、まあまあ使い方よ。ひったくったえぐえぐやっぱでかいでかい、ぐいぐいぐい、ちょっと待って、でかい、で待って上がってきて、寄ってけへん、待って殺しがやばい、浮いてけへん、来た来た来た、でかい、オーバー5ジャンプや、来い来い来い、うわっ待ってマジでかい、行くぜ、うわでかっ、見てこのプロポーションやばくない、えぐ、見て腹パンパンやし、完全に餌を食いに来た魚、やばい、55ぐらいある、これもしびれるわ、やばくないお腹パンパン、モロコ食いバス、かなりね風が吹いてきて、ちょっとドリフトフライじゃねコンタクトさせづらくなったんですよ、ストラクチャーに。なので闇フィッシュ 3.8 の方が比重が重たいんで、それに変えてコンタクトさせやすいようにやってるって感じですね。やることは全く一緒なんです。
それで今の魚が釣りました。そういうね、ルアーローテっていうのはね、ちょっと起点を利かして、やりやすい、やりにくいっていうところから、いろいろやっていって、結局狙う魚とか、やることは全部一緒なんで、その辺をね、うまくルアーローテしていったら、こうやって形になってくれる時があるんで、ぜひね、そこを意識してやってもらえるといいかなと思います。ほら、来たぜー！連発や！ユータ、シリから、やばくない？フィーディングや、完全に。これもでかい、うわ、でかい。やっぱ、マジで。またコンディションいい。ほら、えぐいってマジで。ボコボコ。闇フィッシュ 3.8 インチ。釣りすぎです。で、今回僕が使ったのはこの闇フィッシュ 3.8 インチっていうアイテムになります。これがね、僕去年からやってるんですけど、マジでめちゃくちゃ釣れます。本当に基本ね、ノーシンカーでのイメージが強かったんですけど、なんかふとこうジグヘッドでもやってみたらどうかなって思いついて、やったらめちゃくちゃロールするんですよ。トン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 したら、多分ね、形状がね、こう三角形というかね、なんかちょっと特殊な形をしてるんですよ、丸じゃなくて。だからそのね、形状がようね、こういい方向に働いてね、こうロールしやすいアイテムだっていうのに僕が気づいてね、今最近でもこうね、66センチを釣ったり、まあこの今回の動画もそうなんですけど、まあガイドでもね、ボコボコに言わしてるアイテムなんで、ぜひね、この闇フィッシュ 3.8 インチをね、使ってこの衝撃をね、知ってもらいたいなと思います。今回使ったのが、このドリフトフライ4インチのミドストと、闇フィッシュ 3.8 インチのボトストになります。あの、カラーはね、基本ベイトフィッシュを意識して選んでるんですけど、ちょっとやっぱ濁りがね、あったりとかしたら、ちょっと濃い方が良かったりもするんで、そういう色もね、常備しています。おすすめカラーとかはね、僕のインスタグラムとかの方に、僕自身が釣ってるのをね、ちょっと見ていただいて、真似していただけたらなと思います。で、これに対して合うフック。僕が普段愛用してるのは、このザップのコチョコチョヘッドプラスになります。で、従来のコチョコチョヘッドにもプラスとしてね、新しくなってるやつなんですけど、まあサイズが大きくなって登場してます。で、その、やっぱりね、この愛の位置とか、針先のピンピン具合とか、ゲープの角度とか、サイズ感とか、このね、今僕の理想とするアイテムになってくれてるのがこのフックで、やっぱりドリフトフライと闇フィッシュ、どちらにも合う。フック。なおかつ、魚のフッキング率もすごいいいっていう。しかも綺麗にロールする。もう言うことない100点のフックです。で、今現段階でね、売ってる中ではもうこの針が一番最高、最高、最高。で、基本的には 1.8 グラムをメインに使ってて、ウィードがね、もうちょっと伸びてきて、まあ夏のワカサギパターンとかもね、そうなんですけど、ちょっと背丈があって、1.8 じゃ重たいなっていう時に、1.3、0.9 っていう風に変えていくこともあるんで、まあ 0.9、1.3、1.8、これは僕は常備してます。その中でも、まず始めるなら 1.8 グラムで大丈夫です。まあ、こんな感じでね、やっぱりね、そのワームに対してのフックってね、すごいバランス、まあ、どの釣りにもそうですけど、大事なところなんで、シビアに考えてもらわないといけないなと思うところです。まあ、迷ったらね、まずこれをね、この3点セットを買っていただけるとね、全然、もう成立するんで、
いいかなと。で、アクションとかね、釣り方とかはね、この前回、前々回の動画でね、細かく説明させていただいてるんで、そちらの方を参考にしていただけたらなと思います。はい、いかがだったでしょうか。めちゃくちゃ綺麗な流れでね、うまくアジャストして釣ってましたね、あの人ね。まあ僕なんですけど、まあ自分で言うなよって話なんやけど、まあなかなかね、こう、ミドストとボトストのね、使い分けっていうのがね、タイミングが難しいとこではあるんですが、まあ今回に関しては、風がない時間帯ミドストで浮かせて食わせて、まあ風が吹いたらやりづらくなったタイミングで、ボトストで、ボトムをべったりやって食わせたっていう感じです。だから投げてる場所は基本一緒なんですよね。僕のミドストボトストに関してはこの時期は。だからストラクチャーに対して浮かせて食わせる釣りがミドスト。で、ストラクチャーを這うようにタイトに攻めるのがボトスト。狙ってる魚は一緒です。っていうのが今回の僕の伝えたかったところになります。でね、夏のワカサギとかになるとね、またちょっと考え方変わってくる部分もあるんで、それはそれでまた撮ってね、公開していきたいなと思います。で、こういったね、状況変化でミドストとボトストを使い分けるっていうのも大事な一つで、まあ、あとはね、バスがね、浮いてるか沈んでるか、まあ、ベイトフィッシュが浮いてるか沈んでるかっていうのも知るっていうのももちろん大事なんで、まあ、魚探を見たり、まあ、視覚的に何か得れる情報を探して、まあ、答えにたどり着くっていうのも大事な要素になります。あとはね、まあ、琵琶湖に限らず、いろんなね、フィールドによって、ちょっとね、特徴があったりするんで、もちろん泳いでるベイトフィッシュも違ったりするんで、まずね、そのフィールドの特徴を知ること、あとはベイトフィッシュ何がおるかっていうのを知ること、そこから全てね、始まっていくかなと。やっぱりね、そのいろんなことをね、知った上で釣りをしないと、たまたま釣れちゃっても次繋がらない、再現性がないっていう形になっちゃうんで、それこそね、また振り出しに戻っちゃうことになるんで、まあ自分なり仮説でもいいんで、一回こう頭で組み立てるっていうのは、すごいね、この釣りに限らず大事なことなんで、そこをね、まず一個一個こう、解決していくっていう感じにしていくと、どん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 釣りも上手くなっていくと思うんで、で、そうすると、このミドストとね、ポトスト、ちょっと難しい釣りって言われてる釣りも、どん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 レベルアップしていけるはずなんで、ぜひ、皆さんも、いろいろ考えながらやってもらえたらいいかなと思います。まずはフィールドに行かないと始まらないんでね、まあ、安全第一で、ライフベストはちゃんとつけてもらって、ゴミはゴミ箱へもちろん、そういう流れでね、毎回ルーティーンのようにやってください。いいことしてると、いい魚が釣れるっていうのはね、実際あると思うんでね、ぜひ、まあそこまでね、あんまり、だからといって、いいことすればいいってもんでもないんやけど、普段からやっぱりね、当たり前のことを当たり前にできる人間にならないといけないなと思います。なんか話それましたね。まあでもやっぱりね、環境あってのね、魚釣りなんで大事にしていきたいなと僕も思いますし、皆さんもそうであってほしいなと思います。だからこれからね、まあ、楽しい、またエンジョイね、できる季節になってきたんで、お互い楽しんでやっていけたらなと。で、今回はね、まあ、この辺でお別れしたいなと思います。実はね、これね、マリーナで今ね、止めながら車内でエンジン切って喋ってるんで、めちゃくちゃね、脇汗やばいんですよ。てかもう全身が。このままだとね、女の子に嫌われちゃうんでね、一刻も早くちょっとシャワー浴びてきます。ということで、皆さん、またお会いしましょう。じゃあねー。